皆さんこんにちは、森のぞみです。今回は主菜一品、副菜一品、汁物一品の合計3品を15分で作ってみたいと思います。今回のメニューはこちら、豚肉と茄子のカレー炒め、水菜と桜えびのポン酢サラダ、じゃがいもと玉ねぎの味噌汁、合計3品を作ります。今回使う食材はこちらです。豚肩ロース薄切り肉約 200g、 茄子1本、水菜 1/2 袋、じゃがいも1個、玉ねぎ 1/4 個、桜えび 5g、 乾燥わかめ 2g。 はい、それでは調理していきたいと思います。まず調理に使う鍋とフライパン、出しておきます。続いて、味噌汁に使うじゃがいもを洗います。皮と麺のところをピーラーで剥いていきます。よし、OK ですかね。よし、皮を捨てます。じゃがいもを食べやすい大きさに切ります。味噌汁に使う鍋でアク抜きをします。水にさらします。続いて味噌汁に使う玉ねぎを薄切りにします。これぐらいですね。じゃがいもは本当は10分ぐらい、水にさらしたりすることもあるんですけど、私はさっと水にさらすくらいでもう水にあげてしまっています。では味噌汁に、味噌汁の具材を先に茹でておきます。できます。水を入れたら、だしを、顆粒だしですね、お好みのもので合わせて入れます。で、蓋をして、ちょっと奥のコンロを使って茹でていきます。続いて水菜を洗います。よいしょ。先にさっと水洗いしたら、根元を切って食べやすい大きさに、長さに切ります。ザクザク、よいしょ、いいですかね。ちょっとちゃんと洗いたいので、
今回サラダスピナーを使ってしっかり水気を水洗いしたいと思います。蓋をして OK ですかね。今回このサラダスピナーに使ったボウルで和えていきたいので、ここに水気を切った水菜を入れます。桜エビですね、入れておきます。あとは炒りごまを少々入れておきます。続いて、まだかな、はい、フライパンに油をちょっと多めに入れておきます。で、メインに使うナスですね。ナスを水洗いしてフライパンを拭きます。ヘタを切り落とします。で、今回は、ちょっと長めの乱切りにします。切り方はお好みで全然変えてもらって大丈夫です。はい、切ったらすぐに先ほどのフライパンに入れて、で油を絡ませます。よし、はい、ではここで、中火にかけますね。こっち味噌汁ちょっと煮えてきたので弱火に変えて、ちょっとじゃがいもが柔らかくなるまで煮ていきたいと思います。続いて豚肩ロース薄切り肉ですね。肉筋切り器を使って穴を開けています。で今回は肉ちょっと大きいですね。ちょっと大きいので、適当な大きさにもうザクザクっと切っていきたいと思います。はい、はい、これぐらいで置いておきます。じゃあフライパンがちょっと温まってきたので、ナスを焼いていきますね。もうちょっとですかね。
ゃがいもの様子を見ます。どうかな、ちょっとまだ早いと思うんですけど、あ、でも結構火が通ってきたので乾燥わかめを入れます。これもお好みの分量で全然いいと思います。はい、ナスがいい感じに焼けてきたので、ここにちょっとスペースを空けて先ほどのお肉を焼いていきます。手早くお肉を広げるような感じで炒めるとお肉が柔らかく焼き上がります。表面がだいたい変わってきたのでナスと炒め合わせます。はい、では調味料を入れていきますよ。調味料は中濃ソースとケチャップ、カレー粉を使います。中濃ソース、ケチャップとカレー粉を使います。余分な油が出てるので今回キッチンペーパーで少し取ります。この時もう火が強すぎるようだったら弱火にしてから調味料を合わせた方が余裕を持って作業ができます。よしですね。で中濃ソースが 1.5、 中濃ソースか、後でしっかり混ぜ合わすのでこのまま調味料を加えちゃって大丈夫です。ケチャップ1の、はい、あとはカレー粉ですね。カレー粉が小さじ 1.5 です。はい、ではこれをちょっともう一回中火に上げてしっかり炒め合わせます。全体に味が行き渡るように混ぜ合わせます。これで完成したので火を止めます。いいですね。よし、で味噌汁の方は一旦火を止めてお味噌を溶き入れていきます。
ざりましたので、最後にもう一度火にかけて、沸騰直前で火を止めて完成です。はい、最後これですね、水菜のサラダですが、今回簡単にポン酢を使います。食べる直前にやった方が、余分な水分が出にくいので最後に混ぜ合わせます。ちょっと飛んじゃった。はい、じゃあこれで3品調理が完成しました。では盛り付けていきます。ちょっとじゃがいもの大きさとかにもよると思うんですけど、味噌汁2人から3人分ぐらいできました。はい、あとはこれを、水菜のサラダもこのままでもいい方はいいと思うんですけど、なんか入れ替えてもいいです。どちらでも。皿の縁が汚れがちなので、もし時間に余裕があればキッチンペーパーとかでこういうふうに拭ってあげるとより美味しそうに見えるんで、やってあげるといいと思います。はい、ですかね。こんな感じで、サラダが同じ器がなかったので、ちっちゃい器に2人分盛り付けます。はい、こんな感じですかね。以上で調理は終わりです。はい、ということで今回はこちらの3品を作りましたが、いかがでしたでしょうか。フライパンで調理するもの、火を使わないもの、鍋で調理するもの、こういった感じで調理方法を組み合わせるとスムーズに作業ができるので、ぜひやってみてください。また見てください。バイバイ。